ちいちゃんは、定年退職後、バラの手入れに、第二の人生を見出した。朝から晩まで、庭中に置いてある100株以上のバラの鉢の世話に明け暮れている。時々、品評会などにも出品し、好成績を収めているらしい。消毒などで、近所の人たちにご迷惑をかけることもあるので、じいちゃんは、バラが咲いたら、惜しげもなく、あちこちに切り花として配る。通りすがりの人が褒めただけでも、じいちゃんは、花束にしてバラをプレゼントする。近所の公民館、幼稚園、グループホームなどへも寄贈している。病院のロビーにも欠かさず届けているので、受付の人や先生とも馴染みとなり、じいちゃんは、風邪をひいて、しんどくなって、近所の病院に行くと特別に待ち時間なしにしてもらえたと、嬉しそうに話していた。じいちゃんのバラは大好評で、地域を挙げてじいちゃんを応援してくれる。窃盗の多い地域だけど、じいちゃんの鉢だけは誰も取っていくことはなかった。今までは、じいちゃんは、バラの盆栽に初めて挑戦した。何年目かの春、あまりに見事に咲いたので、地域の公民館の作品展に出品し、〇〇公民館祭芸術賞を受賞して、花高々だった。まるで桜のように古風に咲くバラの花は本当に美しくて、じいちゃんは、地域の人にももっと見てもらおうと、玄関先に出しておいた。月夜の晩には暗闇に凛として、それはそれは美しい花だった。ある朝じいちゃんが玄関に出ると、鉢はなかった。初めて盗まれて、じいちゃんは呆然としていた。鉢は、近所の泥ママが持って行っていた。泥ママの近所の人が、みんなで、この花は、〇〇産地のじいちゃんが咲かせたものだ。なぜ、じいちゃんと付き合いのないあなたの家にあるのか?と、口々に尋ねたらしい。泥ママは、泣きながらつい魔が差して盗んだことを白状し、近所の世話好きママに連れられて、我が家まで謝りに来ていた。じいちゃんは、その鉢は、この人にあげたものだと言い張り、鉢を受け取らなかった。付き添いのご近所ママが帰った後、じいちゃんは、泥ママと長い時間話をしていた。泥ママはお金がないわけではなく、仕事と浮気に夢中で家庭を顧みない夫と、育児疲れでボロボロになっていて、美しいバラに目を奪われてしまったと、泣きながら告白したらしい。じいちゃんは、泥ママに、改めて、バラの鉢をプレゼントし、じいちゃんの庭で、一緒に、バラの手入れをしようと提案した。泥ママは、その後改心してじいちゃんに指示して、バラの育成を学び、泥ママの家は、ご近所で有名な第二のバラ屋敷となった。花の咲き乱れる泥ママの屋敷には、園芸好きの人たちが出入りするようになり、孤独で引きこもりがちだったかつての泥ママは、すっかり明るくなって、浮気三昧だったご主人も、泥ママのところに無事帰ってきた。このすれ的には、餌付けオツとも言えるじいちゃんの行動だったが、餌付け後に責任持って、最後まで面倒を見られるのなら餌付けもありなのではないかと思った出来事だった。